あれ大輔がさ、久々に先発だったんだよね、うん、東京ドームでさ、はい、であいつ先発でさ、でやっぱり緊張するんだな、うん、トイレ行きたいわけだよ、はい、で最後野手ってみんなトイレこもんで、ピッチャーもやっぱり野手こもんで、あそこ2個しかない、ない先週のトイレ 2個しかなくて、だいたいピッチャー1人こもってて、漫画読んでるやつとかもいるわけだよ。そうそう、あ5時も入るんですよ、入るんだよね野手がね。取り合うの。そしたら大輔がもう、こうズボンを下ろしてさ、スラパンでこうやってこう来てさ、ダーッて叩いててさ、誰だ早くだろ、俺先発なんだから早くだっつって散々叩いた挙句、出てきたら長嶋さんでさ、うるせえんだよバカ野郎って言われた。であいつその試合全然打てなかったっていう。いやそのあれも僕は監督が入ってた時あったんですよ、うん、で俺隣に入ってたんですよ、で俺入っていく時に、で早くしてよって言われたら、大丈夫だ早く出るよって入ってたんですよ。であれつ水かけたんですよ、うん、俺の方だと思ったら誰だって監督に水かけてバカですね、バカですね。それがヘッドコーチですよ今。まあでもね、そのまあなんか俺はすごく分かるような気がして、そうそう、去年一昨年ぐらいかな、あいつと酒飲んでて、コーチ入った時に、お前頑張っとけば次の政権はお前ヘッドコーチになると思うよ、うん、つって、本当ですかって言って、あいつ言ってたの、うん、そうですかねなんつって言ったら、その 何ヶ月後に原さんが指名したって言って、原さんもやっぱりそういうのを見てたんだな、まあ、野球の頭はいいですからね、漢字が読めないとか、そのレベルだっただけで、うん、まあ、漢字テストはね、もうびっくりするぐらいね、僕らもやったらな、俺本当にやっぱり読売新聞いつも持って、あの乗ってバスですね、でバスに乗って、そして大輔ば見つけると、これなんて読むってずっとやると、またこのすごい普通じゃ考えられない答え、ヘキサゴンでのあのクイズと同じ場面を出すわけで、びっくりする。俺らホークジェットのね、こうお笑いをもらうんだけど、本人はもう勘弁してくれと、試合に集中できないと、いやいやお前試合出ないからってで そのイメージがあって、それであいつクイズ番組に出るって言った時に、どう思うかって言ったから、お前絶対出るべきだと、やった方がいいと、はい、やっぱお前ははっきり言って答えをあんだけ自信持って、言うと、あれはもう他の人できないことだと。だってそうじゃん、めっちゃ面白いじゃん、だってね、甲子園行く時、うん、俺原さんの横座って、大輔補助室だったんですよ。俺に新聞して「デーブ、これ巨人苦手の伸び悩みってどういう意味?」って言うから「これ巨人若手の伸び悩みだってお前らのことで、あの苦手と若手上手に似てるからね。でも逆に苦手を読めた方のがすごいんだけど、すごいんだよ、若手と苦手だったらね、あの苦手が読めた方がなかなかなんだけど、結局俺がこういじってて遊んでて、俺のおもちゃをたまに原さんが取るわけで。大輔っつってやってるから、ああ取られたと思ってたけど、いやいや、もうだからもう本当それで彼ほらエキサゴン行ってバーッと行ったじゃん。行きましたね。うん、だからやっぱりすごい、そういう部分では人にもね、うまくこう芸能界の人たちともうまくやれるから、そうですね。これってコミュニケーション能力っていうのは、上ともあいつ下ともいけるわけ。うん、確かに。ある。うん、確かに。ね、上にも。いろいろ言って俺らにもめっちゃ突っ込んでくるし、下にもめちゃくちゃ強く言えるじゃん。そうですね。でも逆にそんなに喧嘩にならないっていう、あのまあ大型特有のこのコミュニケーション能力がありますよね。ものすごいヘッドコーチとしては多分いいんでしょうね。まあ使いやすいですよ。監督からするとこういう人にいて、フィルターを少し通すことによって自分の言葉をね、うまく噛み砕いて言ってくれても、デーブが言うことと大輔がうまく言ってくれるの、まあ、ちょっと上手です。確かだ。あいつ上手なのは怒られるギリギリまで攻めてくるじゃないですか、うん、でも怒る手前でちゃんと戻ってくるっていう、ああその辺のこう見極め、ね、ため口のこう、これいいじゃん、これちょっと怒られたところいいじゃん、でも行きましょうよみたいな、こいつ前に戻ってったよ、調子乗ってたのかみたいな、ね、あそこでもうちょっと行くとデーブにガチャーン行かれるのね、うーってやれるの分かってるのにね、うん、あそこで行かないんだよな、あれなんだよな、これあと処世術だよな、でもな、パキさんのあれも面白かったな、そのバー打たれた次の日、家がねバス停の前なんですよね、うん、でシャッターにタバコをぶつけて、いやいやその日よ、
その日、その日もう完全に俺の車つけてきてるの分かってるわけだよ。車でやたら高速降りても俺のとこついてくるし、こう来たわけ、はい、でいやまさかなって、まあ入れてしたら、まあ、多分1時間ぐらい潜んでたと思うんだよ。うちの前公園なんで、まあそうですね、公園のその暗闇に分かんなくて、あれちょうど優勝がなくなった日なんですよ。ヤクルト戦で負けた試合です。で、亡くなって巨人ファンだと思うんだ。ババ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 って言ったら、ちょうど6発だよ、うん、なんだよこれと思って打ち込まれたの、嫌な音したのよって言ったら、卵だよ、卵6個ぶつけられたの。本当に6個なの、ドン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 って。それでもう本当にもう情けなくなっちゃって、はい、まあ確かに俺打たれた悔しさもあるけど、もうこれ多分愉快犯だから絶対見てるから、うんうん、申し訳ないけど、かみさんに、うん、俺出てくとまた向こうも喜ぶから、うん、確かに、だからお前ちょっと見てくれっつって。でも吹けないとこがあるんだよ、うん、でも終わったらまた1時間後だよ、バババババババって来た6発だよまた、あ、うん、12パック12個入りだったんですか。12個入り買ってやがった多分ね、6個入り2個かもしれないけど、もうちゃんと12パックだよ、ね、そう、今聞いてるやつが多分投げたやつ見てるかもしれない、ね、ありますよね、うん、あの時に肩ができたとかそれ本当に。それでね、次の朝ね、めちゃくちゃいい朝日に照らされて、うちの白い壁がきれいに日に当たって、本当目玉焼きできたんだろう、目玉焼きでも綺麗じゃないよ、それは誇張しすぎだろって言うけど、黄色とこういうことがシューッて、なかなかもうだいぶ経っちゃってると取れないんだよ。もうさ、やめてくれよとか、もういや、うちの親父なんかも実家の方でやっぱりそういうのがやっぱ電話かかってくる、電話帳昔載ってるから、そうなんです、ね、電話かかってきて、もうどうかしろとか言われたりして、あと名古屋球場に結構見に行ってたの、うちの親父は。散々やじられるから、やっぱりドラゴンズファン多いから、うん、名古屋だからね、もう嫌になっちゃうって、そうです、ね、やっぱり途中から来なくなったもんね、うん、名古屋もすごかったですもんね、親父。名古屋もうすごいよ。広島がすごいって聞いてたけど、広島は全然おとなしくて、女の子も、いやでも街出るとこは、あ、確かに、うん、デブはあんまり怖いとこ行ったことないんだけど、あ、まあ、向こうの人たちは、俺らはな、広島ってスナックみたいなの多いじゃん、そうですね、カウンターがあって狭い、スタンドって言うんですね、行くと客帰るからスーッと酒まずくなるけん帰るっつってめっちゃストレート投げてくんなと思っていやいや、もう分かりやすくていいわ、はあ、そんなことあったんですか。阪神ファンはその点うまく我慢してて、最終的に六甲おろしをかけてくるって、でそこで歌うわけだよ。そうするとちゃんとあの当時の DVD に3連発が出るわけ俺の映像が出てきて、俺の顔見ながら阪神タイガースって言ってこうやってやって、で飲んで帰ってくっていう、こうエツをね、あいつらが味わって帰ってくっていうのがあったわけだよ。だからちょっとこう違うんだよ、この広島と阪神で違うんだよな。だからあの貸し切りというか、うん、そういうとこ多かったですよね。いやだからもうそう、俺らもそうしたよね、やっぱり、はあ、トラブった時にやばいから。特にこうデーブ大久保君なんかは多分はっちゃけちゃうんですかね、行っちゃうからね多分そうそうそう、うん、今でこそ分かんないけど、こらーってやっちゃいますね、やっちゃうタイプだからね。特に先輩とかに、あの例えば俺とかが責められてるとかしたら、勝てちゃう、いいっすかって行くタイプだから、そう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 、絶対そういうことだけは避けないといけないから、そう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 、目が変わるもんな、何くるーって気が変わるの、何くるーってなるから。デーブはそういうとこには合わせちゃいけないなと思う。多分このお店でもそういうことって何回かあったかもしれないこれは出てけこれはっていうのはあったと思うんだけど、まあでもそういうところがまた人間味があってね、いいんだけれども、まあ今の人生と照らし合わせると、この今の時代と照らし合わせるとちょっとアウトですね。怖いよな、怖いですよ、怖い。だから牧さんと行く時はもう個室にしてくれるっていう貸し切りとかが多かったです、まあ、多かったですね、みんなね。あのだから、まあ、たくさん話してるんでしょうけど、その完全試合やったのって牧さん5回くらいまで分かんなかったんでしたっけ。